生産性を上げながら従業員の負担を減らす新しいレストランの形とは。絶妙な火加減で焼かれたこのお肉。うわ、ナイフがスーッと入ってく。柔らかい。熟練したシェフの手料理ではなく冷凍品なんです。ファミリーレストランロイヤルホストなどを運営するロイヤルホールディングスが手掛ける新店舗、冷凍食品が主役の次世代型レストランです。オープンキッチンになっているおしゃれなレストランですが、こちら入ってすぐの入り口には冷凍食品が並んでいます。ここでは冷凍食品が主役のため、厨房は至ってシンプル。オーブンや冷凍庫、そして IH ヒーターが2口あるだけです。客は店員を介さずタブレットから注文。するとエプロン姿の男性が冷凍庫から商品を取り出し、それを熱々のお湯の中に投入します。待つこと7分間。封を開けたら、あとはお皿に移すだけ。これで完成です。おいしい。トマトのクリームソースなんですけど、それにエビの甘みがすごく広がってて、手が込んでる味がする。こうした商品は店頭で購入もできるため、働く人の時短にも役立ちそうです。今後軽減税率の関係もありまして、家庭で食事をする内食ですね、このマーケットは確実に増えていくといった時に、女性の社会進出とかですね、冷凍食品のビジネスというのは必ず大きくなっていくんじゃないかということで。そしてもう一つの鍵となるのが IT 化。お会計にキャッシュレス決済を導入するほか、顔認証決済の実証実験も進めます。ロイヤルホールディングスは成長を続ける冷凍食品市場への参入で、2030年までに100億円規模の事業にしたいとしています。